サンサ航空三十二便墜落事故とは、1990年1 9九十年一月十五日に、サンサ航空三十二便が、サンホセのフアンサンタマリーア国際空港を離陸後、パルマスール空港へ向かう途中に、コスタリカの山、セロ、セドラルへ墜落した事故である。サンサ航空三十二便は、現地時間八時二十五分に、フアンサンタマリーア国際空港から離陸し、五千五百フィートへの、 上昇を許可された。まもなく上院は8500フィートへ上昇という別の指示を受けた。事故機は上昇の途中に7200フィートでセロセドラールに墜落し、登場していた乗客20人と上院3人の全員が死亡した。当時、この事故はカ川サ C-210 にアビオカーが起こした事故の中で最悪のものであり。 現在では5番目に最悪の事故である。この事故は現在、コスタリカで2番目に最悪な事故でもある。調査の結果、事故の主な原因は、航空交通管制と話し合って提示された飛行計画に従わなかったことであり、これにより航空機が VFR ではなく IMC の条件の下で飛行することになったのであろうということが分かった。補助要因には、 対地接近警報装置の欠如、パイロットの疲労、三鎖航空における飛行安全プログラムの欠如が含まれる。ありがとうございます。